はい、貢献チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。代表の二宮です。今日は、CT125 ハンターカブの、ブレンボのね、対向2ポットキャリパーを、取り付けするためのキットを紹介しつつ、取り付けの動画を撮っていきたいと思います。取り付け自体はディスクをつけて車体にはめて、でブレンボのキャリパーをキャリパーサポートを通して車体につけていくっていうだけなんですけど、ちょっといろいろオフセットの問題とかありまして、でまずこのキットを購入されて開けていただくと、ディスクの位置をこうオフセットを決めるためのスペーサーが2枚入ってるんですね。で1枚が1ミリで、もう1枚が 1.5 ミリで、厚みの違うスペーサーが2枚入ってます。でまずはその1ミリの方を最初に使っていきたいと思います。ちょホイールがね、やっぱキャストなので、ものによって誤差っていうかね、が結構あるホイールなので、どっちかを使って調整していこうっていうことなんですけど、まずは薄い方を、使って組んでいきます。はい、これでね、とりあえず1ミリディスクを外に出した状態で組みました。でまず一旦これを車体の方に組んでいきたいと思います。はい、とりあえず車体の方へホイールを組み付けました。で次にキャリパーをつけていくんですけど、この車両は削り出しの2ポットのキャリパーを採用してますけど、いろいろな種類、この84ミリピッチのブレンボのキャリパーならね、どれでもつきますので、お好みによって、チョイスしてもらったのを、好きな取り回しの仕方で、この辺はもうカスタム自由になってくるんで、好きなフィッティングの方法と、好みのホース選んでもらって、オイル通して準備しておいてください。はい、であとこれを車体につけていくのにあたって、キャリパーサポートっていうのがありますので、これをまず、車体につけて、でそこにキャリパーをつけていくという順番でやっていきたいと思いますので、それではつけていきたいと思います。はい、それではキャリパーサポートを、車体につけていきます。で、まずはフォークにサポートを裏から入れてもらって、純正のボルトでとりあえず仮組みをしてください。で今はオフセットのね、確認をまずしたい段階なので、とりあえずネジロックとかその辺はまだつけないで、一旦組んだ状態を見たいっていう感じですね。でそのまま、キャリパーもつけていきます。でこの時に今何を見てるかっていうと、最終的にこのホイールのスポークとキャリパーの裏が当たるか当たらないかっていうのを確認したいんですね。で場合によっては当たってしまうかもしれないので、スペース開けといてもらってつけていってください。でキャリパーは付属している、M8 のボルトで締めていきます。はい、でしっかりトルクかけて一旦締めてください。で今はこれ当たってないので、とりあえずOK ということになりますので、フォークとキャリパーの取り付けボルト、一度バラしてもらって、もう一度本締めをネジロックつけてね、本締めをしていきたいと思います。
はい、以上で、まあ、取り付け自体は簡単に、まあ、終了ではあるんですけども、まあ、もしねこの、まあ、1ミリのオフセットスペーサーでキャリパーとスポークが当たってしまうよっていう場合はこちらの 1.5 ミリの方のスペーサーにもう一度ちょっとホイール外してもらってディスク外してスペーサーを 1.5 ミリに、はい、変えていただきたいんですね、はい、でその際に、まあ、ディスクだけコンマ5ミリ外出ても今度キャリパーのセンターがずれちゃいますのであの付属してるこうシムキャリパーとサポートの間に、まあ、コンマ5ミリシムをかましてもらうとディスクと一緒にキャリパーも外にセンターが出た状態で外にコンマ5ミリホイールから離れていくっていう平行移動ができるようになりますのでちょっとこの辺のスペーサーとシムを駆使して干渉がないようにでなおかつディスクに対してキャリパーがセンターに来るように、まあ、調整していただくっていうのが最後の最後必要になりますので、まあ、まずは、1ミリ付属している1ミリのスペーサーで当たるか当たらないかを、まあ、確認していただけると、まあ、シムもなしでちょうどぴったりセンター来るようにはなってますのでまずそこを見ていただく本当に当てちゃうとホイール傷ついちゃうんで当たりそうだなと思ったところでも必ずやめてください、はい、で最後まあ、走行する前は一応ホイール回して何も当たってないか確認と走行前にブレーキタッチ出してもらって機器も確認して干渉がないかどうか、まあ、チェックしてから走行するようにしてください。フロントは以上です。